はい、おはようございます。おはようございます。まあ今日もね、部屋からスタートでして、まあ、ということは作ったもんじゃないんですよどうしてもね、食べてみたかったものがあったんで、ちょっとデリバリーしてみました。でね、今日がこれだね。よいしょ、ドミノピザ。これ1キロチーズのピザ、なんか今流行ってるやつ、それをね、ちょっとどうしても食べたくてね、頼みました。でね、一応これのメニュー名が、ニューヨーカー1キロウルトラチーズの8ピースですね。だから期間限定でチーズがね、1キロ分入っているっていう、なんかやべえやつなんですよじゃあそれを頼んだのと、あとね、ちょっと別で気になるものをいくつか頼みました。まずはマルゲリータピザサンド、マルゲリータピザサンドと炭火焼き、チキテリピザサンド、これがギガミートピザサンド、4種のチキン盛りってやつ、こんなやつですね。なんかね、唐揚げとかいろいろ入ってるやつ、ちょっとよくわかんないけど、ナゲットとかフライドチキンとかそういったのがね、まとめて入ったセットっすね。これが本日のラインナップね。見えてないな、見えてないね、これ。ごめんね、こうの方がいいかな、これで見える。あ、見えた見えた。このチーズのピザって2回目の限定販売なんですよね。でも1回目の時はもういろんな方がやってたんで、もう見飽きたかなと思いまして、ちょっとセルフでチーズソース作りました。これ大体ね、500-600g ぐらいあるのかな。あのチーズをね、ちょっと追加分けしていきたいと思います。こんな感じのラインナップでね、今日はお送りしていきたいと思います。じゃあそれでは早速いただきます。で、本物食べたいけどな、まあ、ちょっとね、見栄え的に一発目からかけちゃいますか。いや、ちょっと1個普通に味見するわよいしょ、チーズがやばい、見てこれ、1個すごいの見えるかな、こんな感じで超でかい。いただきます。うん、あ、すごいすごいチーズ、まあ当たり前なんだけど、うん、美味しいけど、やっぱり普段マルゲリータとかトマトが効いてるやつとかが好きだから、味のパンチはちょっと少ないかもしれない。うん、でも美味しい。うん、そしてせっかくなんで、このチーズソースかけていきたいと思います。体に悪そうこんな感じで仕上がりました一応普通にチーズはね、とろけるチーズと伸びるように裂けるチーズも入れたりして、あとまあね、小麦粉と牛乳とバターで溶いてみました。うん、うまい。うん、やっぱりチーズって合わせるとうまいよね。一応今日のチーズはコンソメとかちょっと塩コショウとかね、あとまあバターとかも入れて味付けしてあるんで、チーズでもやっぱり種類があると風味が変わるから、こっちの方が美味しいかもしれない。うん、ちょっとこっちのサンド系も、これミートのやつ、うまそうだな。うん、ピザだ、ちっちゃいピザ。まあ、バケットになってる分パンは多いけど、味はピザ。あ、ビールで、今日はノンアルですね。うん、あー、合うな。ナゲットいただこうかな。あ、うまい、フライドチキン。
うん、油が少なくて食べやすい。うん。これ注文するときに別料金でいくつかねソースとか選べて、一応ねあのバーベキューソース頼みました。で一応メープルソースもね別で頼んだんだけど、メープルちょっとちっちゃくてね量足んないと思ったから自前を使わせていただきます。とりあえずバーベキューソースから。よいしょ、こう上からの方がいいか。あ、うまそうだな。めっちゃうまそう。よっ、うわ、あれ、いや、あ、壊れる壊れる。ほい、これうまい。甘みが追加されるといいね。うん。じゃあまたバケット、照り焼きチキンのやつ。基本バケットの方は味が薄めな気がする。うん、うん、でね、一応今日頼んだこの一式がね、なんかクーポンを使っても6000いくらとかだったのかな。でもピザのデリバリーって結構値段張るよね。想像以上にこう、お、竹ってなるんだけど。やっぱ普段頼まないけど、なんか、ご褒美というかさ、なんか無性に食べたくなる時あるよね。あ、どうしよう、これチーズ、絶対無理じゃん。うん。なんかアメリカン的な料理ってこうやって食うとうまいよね。うん。とりあえずね。チーズといえばちょっとメープルシロップさんをかけていこうかなと。うわ、これかけすぎたな、これ絶対かけすぎた、これなんかうわー、うまそう、うまそう。あ、もっと取れなくなった。甘じょっぱうまい。いや、これはうまいよ。耳の部分もね、こうやってシロップがあると最後まで美味しく食べれるから、すごい好きっすね。最後のサンドなんだけどね、ごめん、チーズが。なんか見えないかもしれないけど、これマルゲリータサンド。僕そのトマト系がすごい好きなんで、今頼んだサンドの中ではちょっと一番楽しみにしたやつですね。うん、まあまあ頼んでから時間経ってるから、ちょっとねバケットがね強力になってる、食感が。ビールさんの方がなくなったんで、追加のコーラを。よいしょ、1枚でけー、これこれ持てないじゃん、これは。これ絶対口ベタベタになるやつじゃん。
自分で作ったソースが多分小麦粉入れすぎたのかもさっとしててね、アリゴみたいな食感になってる。うん、お腹いっぱいだけど美味しいから食べれそうだね。うん、お腹がいっぱい、苦しい。メープルかけよう、これに付属の。これ多分1枚に1本使い切るやつじゃないよね、きっと。かけすぎなんだろうけど。よし、ラスト1枚。最後の一口です。うん、ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱい、美味しかった。家族とか友人とか囲んでね、複数人で食べるような時はすごいなんか盛り上がるようなメニューだと思います。味ももちろん美味しいですし、見た目のインパクトとか話題性もあるかと思うので、ぜひぜひ機会がある方はお試しください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。はぁ、お腹いっぱいでございます。じゃね。